皆様こんにちは。今回は、新人社員の一番びっくりした言動、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。新年度に入って、4月も半分が終わりました。皆さんの職場の新人社員さんたちは頑張っていますか？うちには、制服はどうしてもズボンがいいといった新人がいて、取り寄せ2週間で、ズボンが届いた日にこの新人が辞めて驚いています。皆さんは新人社員さんの言動で、一番衝撃受けたことはどんなことですか？新人さんにこちらから自己紹介したら、顔覚えるの苦手なんでまた聞きますね。って言われたよ。何様なんだよ。それは笑う。王様か何かなの新人。私は、そういうのは後でって切り捨てられた。ちなみにまだ機会を与えられていません。ごめん笑った。次聞かれても教えないから今覚えてって言っても、そのこと自体忘れてそう。無断欠勤した新人がいて、電話かけたら、脅迫されたって言われてしまいました。きつ。私も電話したら、会社にいないってことは休みだってわかりませんか？電話が来ないってことは、電話できる状態じゃないってわかりませんか？って言われた。すごいな、私の中では優勝だわその人。ここでは長く働くつもりないですが、よろしくお願いします、と言われた。私も言われたことある。私長くいるつもりないんですって。でも、そういう風に言う子ほどほど結構い続けるんだよなぁと思ったし、実際まだいる。なんなら仕事も結構頑張ってる。よく街頭インタビューで、新人らしき人を捕まえてニュースで流してるけど、今の会社はステップアップのつもりでとか、3年を目安にって答えてる人がいるけどさ、それ見た会社の関係者は、いたたまれない気分になるだろうね。やらせかもしれないけど。新人担当だったけど、まだ働くか迷ってるんですよね。とりあえずお願いします。みたいなこと言われたよ。2年で辞めて留学するつもりなんで、留学の準備で忙しいので自分の業務以外はやらないし、残業もしないと言ってきた同僚。面接の時に言ってれば採用されてない。そのくせ会社の金で資格取って、引き継ぎもせずに有給消化に入った。他にも色々問題を起こしてたけど、完全に自己愛性人格障害。9時出社なのに、8時に子供が起きてくるから出勤できないんですけど。っていう、40過ぎて初めて働き出したおばちゃんに言われて絶句した。いやいやなんでこいつはちょっとキレ気味なん。じゃあもっと遅い始業時間の仕事しろよ。お前のうちの都合で動いてる会社なんかねえんだよ。って言いたいわ。面接で9時から出勤って分かってたのに無理だって言わなかったとしたら詐欺じゃない？むしろ子供の年齢が気になる。学校なら遅刻では？大学生とかね。大学生なんか放っておけよってなるでしょ。一人暮らししてる子だっていっぱいいるのに。仕事を頼んだら、僕がするんですか？って言われた。私も言われたわ。しかもその新人の担当の仕事で、急ぎのデータが約束の時間を過ぎて取引先から届いてないから、とりあえず届くのがどのくらいになるか、電話して聞いてもらえる？って頼んだら、不快感 100% の表情で、それ私がやる仕事ですか？って？いや、あんたが直接の担当者で、私があんたの上司で、なんで私があんたのお手伝いみたいなことせにゃならんのよって思ったけど、ぐっと耐えて、お願いってお電話していただいた。すごいね。あなたは何しに来てるのですか？だな。言うは何しに日本へじゃないけどさ。私もだよ。新人雇って10日くらいで、これ、会議に必要なので、丸字までに10ブスっておいてねって言ったら、それ先輩でもできますよね？もっと違う仕事くださいって言われたよ。まだコピーもまともにできないのに。他のもの頼むにしても業務を把握してないのに頼めない。私も言われた。超簡単で考えずにできる仕事だからお願いしたのに。じゃあ他に何ができるんだよクソバイト。やめろ。難しいよね最近の新人って。褒めて伸ばそうとしたら、調子に乗ってふんぞり返って偉そうな態度をとって、仕事選ぶようになるし、叱るとふてくされてその場で店の電話使って、別の店舗に行ってる店長にパワマルらだって報告するし、強烈なの多いわ。靴下は何色でもいいんですか？って聞かれた。ちなみにうちは普通の会社だよ。そういうのは前の職場の影響がありそう。なんかそれは和むな。前の会社が服装規定が厳しかったんだろうね。昔々にルーズソックスで会社に来た子いたよ。
ギャルが吐くあの城の。めちゃくちゃ怒られてる最中にブスッとしながら、ああ、わかってないみたいですけど、私、褒められて伸びるタイプなんですよねーって逆ギレされたことあるよ。30歳手前の新人女性。若すぎて笑う。私は60過ぎの女性に言われた。ちなみに無断遅刻2回したから淡々と注意して、社内規定通り処分しようとしただけ。褒めるとこねえから叱ってんの、って感じだよね。電話出てと言ったら、え、やだ、と言われた。そういう人うちの会社にもいた。誰からかかってきてるかわからない電話に出たくない。知らない相手に名乗りたくない。嫌がっているのに電話取らせるなんてブラックだって言って3日で辞めたやついたわ。折り返し電話してくださいって伝えたら、いや、私が確実に出られる時間にそちらが電話してくれませんか？って言われたことあるわ。固定電話に出ることができない人が、ここ最近何年かの新人で増えてきている。新人の時転送の仕方わからなかった。そりゃ仕方ない。あんなにボタンがあるなんてってパニックになるわね。慣れればなんてことないのにね。今って家電とかないから、知らない人からかかってきた電話を取って、家族に取り継ぐこともないだろうしね。携帯が普及してない頃は小さい頃から経験することだけど、社会人になっていきなりやれって言われても緊張するだろうね。お給料もらってる限り嫌でもやらなきゃダメなんだけど。会議で取締役の発言に対し、嘘だって言った。取締役と新人が一緒に出るの？どんな会議？うち一部上場企業だけど、定期的に社長と若い社員が触れ合う会みたいなのあるよ。俺喧嘩強いっすよ。へえ、そうなんだ。すごいんだねって言っといた。飲み会の帰る道中ヤクザ歩いて逃げるの想像した。ママ友と派手に喧嘩したって武勇伝のように言い出した、入社日初日の新人さんいたな。何のアピールだろ。取引先の人を一緒に待ってたんだけど、すみません、お腹空いて死にそうなので、お弁当食べてきます。お客さんが来たら対応お願いします。って言われて私一人で対応した。はっきりしてるな。羨ましい。朝一、おっぱーって言ってきた。やべえやつだなと思ったけど、その後も本当にやべえやつだった。一周回って好きかも。新人に限らずやべえやつって、初見で何か危うさを感じるよね。話し方が拙い、バカっぽい、話が一方的で長文なおばさんとかはやっぱり後々も、ずっとやばかった。他社の新卒と飲みに行きます。経費で落ちますよね。もちろん無理ですよ。仕事でもないのに経費で落ちるわけないだろうが。他社の新卒って同じ大学の同期のことだよね。ふざけてるね。書類上のミスを指摘したら、私はこれでいいと思いますと言われた。いや、全然良くない。なんで自分基準やねん。自分基準でいいならそれは趣味じゃん。仕事じゃない？プライド高くてミス認めない子、もうどうしようもなくない？改善する気も一切ないから何も仕事任せられないし、ミスされるたびに言い合いになってイライラしてこっちのストレスやばい。新人の営業マンが、こんな田舎の支店に配属されるとは夢にも思わなかったですって。東京で働きたいって言って1年くらいで辞めちゃった。口に出すのはやばいけどちょっとわかる。田舎がきつくて辞める人は多いと思うわ。契約時は東京勤務だったにもかかわらず、田舎に配属されたのならかわいそうかなと思う。これあるあるだと思う。お勉強して学歴得ても人間性は何も良くないんだなって。ミスしても何かあっても、私は向こうに戻る立場なのでってやたら言う人いる。アホかなと。本部採用は、地方いても定期的に東京出張あるし、うちらとは違うんだけど、別に言う必要ないよね。あと、〇〇支部に配属って左遷って言われてるんですよ、と言った人。こっちの現地採用は他に移動できないし、それ知ってて失礼でしょ。そういや、本州最北端の地に配属されるのが嫌ってごねて、社長にまで文句言いに行ったドアホがいたな。移動してきて自己紹介の時に、こういう田舎は遊びに来るところだと思っていて、働きに来るところじゃないと思っているんですけどって言った人がいたよ。すぐ辞めちゃったけど。ビジネスメールなのに LINE のやり取りみたいな一言メールしてくる。もちろん名乗らない。いやお前のメルアド暗記してねえから。なお名乗れ無礼者を。ああ、友達のノリでメールする人いるよね。いい年した管理職のおっさんでもやるよ。チャットでガルコさんだけとか、キモいから無視した。上司、メモ取らなくて大丈夫？すごい部下、取るようなことありましたか？いろんな意味ですごい。
これは有能なのか無能なのか悩む。メモ取るように言われなかったからやってないです。と言われたことありました。ちなみにマニュアル渡したらこれ読むんですか?と言われ、最後は仕事面倒なので辞めますと辞職していきました。私も以前新人の子にメモ取らなくて大丈夫?と聞いたら、あ、大丈夫ですって言われてイラッとした。でもその子は本当に一回で理解して覚えてたよ。ガチで頭のいい人だった。一瞬イラッとした後、全部メモなしで覚えてたら、すごーって教えながらテンション上がってしまいそう。本当にできる人もいたからイラッとしないで、一旦そうなのね、となるようになった。でも、その後できないと、余計にイラッとする気がする。生意気でも、できる子の方が一緒に仕事をする身としては楽なんだよね。いくら従順でも、ずっと受け身かつ理解力がないと、マジで困る。めちゃくちゃ忙しい時にこのバカー。って何度も心の中で叫んでしまう。新人なんだから何度も質問して当たり前。私もそう思って同じ質問に何度も答えてたけど、さすがに限度ってある。って思ったから、これ何度か言ってますがメモとかは取ってないですか?と聞いたら、え?これ初めてじゃないですか?全然覚えてない、と半笑いで言われました。本当腹立つ。自分の書いたメモ見ながら仕事内容を説明してたら、そのメモ全部写真撮らせてください。そしたら説明いらないのでって言われた。先輩の書いたそのノートそのまま欲しいわーって思ったことはあるけど、そんなの言ったことないからびっくりした。そのメモコピーしてもいいですか?ならあるわ。走り書き出しと断ったけど、あ、大丈夫です。コピー機借りますねと言われた。新人24歳の仕事サポートしたら、紙。って言われた。素直でいい子だね。前にいた職場で新人57歳にも教えていたら、やば、神、って言われた。そこそこの歳だけど若者言葉よく使うタイプみたい。何度も同じミスするので指摘したら、歳だから覚えられないわ、私に覚えられると思う?って逆に質問してきたからびっくりした。接客業で髪も帽子に入れない、派手なカラコン、2日目から遅刻。注意されたら前の職場はオッケーだったんで、ここもいいかと。笑いながら言った27歳。仕事を一通り教えたら、余裕っすね。これ、今までに2人いた。こういう感じのこと言うやつに限って、速攻やめるんだよな。あんなに余裕、みたいなこと言ってたなら、続けろよって思うわ。妙にプライド高い人いますね。こういう発言する人に限って、挫折するとなかなか立ち直れなかったり他人のせいにする。4月入社の新人か、8月に中途採用された派遣社員をディスるつもりで、うちの会社の人事課って見る目ないっすねと発言した。同じ人事課で面接して採用されたのがあんたなら、確かに見る目なかったわと納得するしかなかった。素晴らしきブーメラン。親の離婚危機で、家族会議するから休みたいと朝連絡があり、上司が午後からでも出てこられないか?と聞いたそうだけど、結局その日は休んだ。次の日、昨日はすみませんでした、とかの一言もなく、心よく休ませてくれない会社なんてありえない。と言って辞めていった。接客の仕事で、普通の問題ないお客様の担当お願いねえ。と伝えたら、嫌ですと言われた。あとは遅刻してきて理由を聞いたら、おばあさん助けてましたと嘘つかれた。これ B4 サイズでって言ったら、しばらくして走って戻ってきて、地下がなくてわかりません。って言われた。B4 イコール地下4階だと思ったらしい。コピーお願いまで言わなかった。私が悪かったのかもしれんけど。普通の人はコピーだってすぐわかるから大丈夫。地下って思わないわ。で、仮に地下4階があったとして、地下4階行って何をするんだろう?地下4階に行ったら次の指示がもらえると思っていたとか ?RPG 方式で受ける。笑ってまうわ。一周回って笑う。28歳の新人の発言にびっくり。車両で使った駐車場代の経費精算をしてきたのですが、時間を見たら16時から21時となっていました。本人も使用と認め、終了時間は17時までなのでそれ以降は経費で落とせないと言ったら、定期券の人は何時に帰っても、遊んで帰っても同じ金額がもらえるのに、なぜ自分はもらえないのかと言われました。どういう思考回路なんだろう。宇宙人と話している気分でした。定期は距離と期間に対しての定額じゃん。28歳にそこまで説明しなきゃならんのか?説明しても理解しなさそうだけど。
17時まで使用した定期券と21時まで使用した定期券とで値段が変わるか?と聞きたいね。駐車場代の仕組みと定期券の仕組みを並べてくるって、ちょっと頭おかしいよね。私も経理ですけど、言わせてください。それは劣気とした横領です。それって意味あるんですか?っていちいち聞いてくる。いちいち説明するけどだるい。しかも忘れてやってくれない。じゃあ聞くなよ。とりあえず言われたことやってみて、一通りできるようになって、疑問に思ったら聞いてきてほしい。人事総務で働いてた時、新人の子から、実家までの交通費は経費申請できますか?と聞かれた。丁寧に説明して断ったが、なぜですか?そんな説明どこにもありませんよ。と逆切れされた。いや、会社規定に交通費は業務に関連する場合のみ、って書いてあるじゃん。無事にその子はモンスター新人として名を馳せていった。やばすぎる。規則きちんと読めない人って、ぶっ飛んだ要求してきて、謎の理屈こねるよね。うちの中途採用の新人の40代。支社の研修行くときに公共のバスを利用して行ってと事前に説明したのに、勝手にタクシーを利用してたことが判明。まあ仕方ないのでタクシー代精算するから領収書出してくださいって言ったら、領収書なんかもらってない。領収書が必要だなんて聞いてない。最初から教えてくれないあなたはひどいと責められた。新人とはいえ40歳になっても経費の落とし方知らないのかと呆れた。その人常識知らずが原因で、職を転々とした結果、中途採用であなたの会社に来たのでは。私は先日〇〇の研修を自主的に受けてきました。皆さんももっと勉強した方がいいですよと言った新人。この職場にはその研修の講師ができる人もいるのだよ。50代のパートさんだけど、勤務3日目に、言われたことしかしないつもりなんで、と言ってた。とりあえず言われたことをしっかりできるようになってから言ってくれと思った。新人研修中の日報に、研修施設で出されたご飯が美味しくなかったことしか書かず、新人研修が終わった直後に会社を辞めた。ご飯が美味しくなかった、旅館の口コミか。退職理由、研修の時のご飯が美味しくなかったから。定時は17時15分なんですが17時半くらいに、お父さんから LINE 来て、会社まで迎えに来てるっていうので帰っていいですか?って言われました。まだまだ彼女の残務があったので、あなたがこれをやらなくて誰がやるの?と言うと泣き出し、お父さんが、向かっ迎えに来てるので、と言って強引に帰り、そのまま二度と来なくなりました。後日上司宛に彼女の父親から、公務員、独立行政法人なのに定時に追われないとは何事か、と怒りの電話があったそうです。ちなみに私たちは看護師です。患者に何かしちゃう前に辞めたからよかったんじゃないかな。定時過ぎてたならなんとも言えんな。てかその父に公務員が定時に追われないとは何事か。切れられて上司の人は何と答えたんだろう。あなたの娘の仕事のスピードが遅いからです。早めに来なくなってよかったね。そういうタイプにずーっと居座られると、周りのメンタルやられそう。さすがそんな父親の娘だわって感じ。当番制で部の掃除をしているのですが、え?私が窓の内側まで拭くんですか?新人なのにですか?って、入社1週間の子に言われました。新人だからだよ。じゃ誰がやるのって。お前に他に何ができんだよ。その子は10年後窓の内側を拭いてくれるのかな。常識を疑う意味のびっくりとは違うけど、フロッピー知らなくて、これが何の形なのかわかんない世代の子がついに現れた時は戦慄した。スマホの受話器マークも意味わからないで使ってるんじゃないかと思ってる。いい加減ワードとかのフロッピーの絵はやめたらいいのにって思う。翌日の担当への引き継ぎのところに、今日のやつが終わらなくて置いとくのでやっといてくださいと書かれていた。初めてのボーナスで、少ない、と騒いでいた新人いました。最低でも100万はあると思っていたらしい。うちにもいた。机に顔乗せて腕はだらんと下に下ろして、ボーナスこんなに少ないなんて、もうやる気しないですと言い出した。ちなみに金融業なのでお客様から見える位置。8時間勤務の1時間休憩で9時間拘束、の意味を分かってもらえなくて、え?なんで拘束されなくちゃいけないんですか?1時間休憩なら勤務は8時間ですよね?と何度も確認された。気持ちはわかる。ペットが亡くなったら気引きでいいんですよね?の発言。黙って使用で休みますにしとけと思った。揉めるだろうが。
本当にペットなくして悲しんでる人は言わない。手当目的だと思うからクビー。ペット飼いにはすまんが通院介護も所詮ものなので有給だな。傾聴は何頭身かで規定違うし、そのうちペットが出産したら育休請求しそう。ガルコさん宛に電話がありました。非通知なので番号不明ですが、折り返し電話くださいとのことです。お名前は聞き忘れました。と言った新人さんからのメモが私の机に置かれてました。笑ったけど笑えないやつだね。たまに非通知でかけてくる会社あるけどなんでなんだろうか？正直出たくない。仕事で1時間ほど外出して戻ってきたら、私〇〇さんがいなくて寂しかった。で号泣しだしたメンヘラ新人がいた。感受性豊かすぎて草。めんどくさいけど可愛くも思える。新しい職場で不安いっぱいで、あなただけが頼りだったのかも。泣かれた方は困惑しちゃうけど、ちょっと微笑ましいエピソードだね。私は初日から新人さんにプライベートなことを根掘り葉掘り聞かれた。友達だと思われてるのかな？打ち解けたいけど、ふさわしい話題が見つからなかったとか？面談してくださいと言われたので、わざわざ会社のビルではないカフェに行って、どうしたの？と聞いたら、私とおしゃべりしたいだけだった。友達じゃねえから。なぜかほっこりした。好かれてて羨ましい。新人の全く介護経験ない人が入ってきて、子供3人育ててるのでおむつ交換は得意です。子育て経験あるのである程度はできます。とやたらと子育てと介護を同率に考えてできますアピールしてた。案の定、苦戦してて思ってたのと違ったのかすぐに辞めていった。入って1ヶ月くらいの時に、その人の担当の仕事を忘れてますよって言ったら、あなたがやってくれればいいじゃないですか。あなたはできてるんですか。って逆ギレしてきた60歳近い新人パートさん。もうその人は辞めたけど疲れ果てた。初回の会議で、この会議何にも決まんなくて無駄っすねと言い捨てた新人さん。確かに私も思ってた。でもあなたの立場で言うのはすごいわ。強い。こういう奴は置いといた方がいい。仕事しなくてもまともな意見言えるだけ価値がある。有能な奴だなと思った。期待の新人。無駄なものを無駄と言えるのは大事なことだね。みんな勇気がなくて言えない。〇〇さんの賞与はなしでいいので、私を100万円にしてください。デパコスとか欲しいですと社長に言った部下ならいた。皆さんほどではなくてすみません。飲み会の席でふざけてとかでなく？そして、100万円もらって欲しいものがデパコスかよ。全くふざけていません。社長との面談で、〇〇さんは安い化粧品しか買わないと言ってましたし、店長手当もいらないと思います。それに毎日お弁当やカップ麺を持ってきてます。私はクレドポーテで揃えたいですし、高級なレストランでランチもしたいので、〇〇さんにだけ内緒でお願いしますとのことでした。これ社長面白がってそう。本社に転勤、栄転される部長に、お勤めご苦労様でした。本社でもご活躍されることを期待しています、と言っていた。なんか可愛いじゃん。許してあげて。可愛い。気持ちに悪気はないから言い方だけ教えてあげて。うちの会社なら笑われるけど許される。普通郵便で出しておいてって書類渡したら、わからないと言われた。宛名の書き方も切って貼ることもコストに入れることも、何にも知らなかった。手紙出したことないそうです。今の子はそうなんだね。びっくりしたわ。既婚のおじさん上司が新人男に、緊急連絡先のために、個人スマホの電話番号聞いたら、教えたくありませんって断られてた。上司呆れてた。大事な職場の売上書類の空いた空間に、お絵描きされた。今までこんな人いなかったから、時代は変わったんだって驚愕した。普通におかしい。20代前半の子でもそんなことやる子一人もいないよ。いや、これは時代関係なくおかしいよ。お堅い業種でデスクワーク。配属初日に袋入りのポテトチップスをパーティー明けにして、皆さんも食べてもいいですよと言ってきた新人がいた。今は立派に成長してこのエピソードでいじられてる。そのレベルから立派に成長させられるあなたをはじめ、職場の皆さんがすごい。バイトの子だけど、いつも数分だけ遅刻してきて、今日のバスの運転手さんは全然スピード出してくれませんでしたとか言う。一つ前のバスに乗ればいいんじゃない？と言ったら、時刻表通りに走ってくれれば間に合うんです、と言う。もうお手上げです。新人じゃないけど、前働いてたところ全員それだった。グループラインで毎朝のように、電車が混雑でなかなか動かないので遅れます。遅延してて遅れます。
それも5分とか10分。遅れる路線って分かってて一本早いのに乗らないって、社会人としてどうなのって思ってたけど、全員そうだから、むしろ私がおかしいのか？なんも仕事できてないのに、私の仕事っぷりどうですか？って聞かれてビビったわ。なんもできてないって言いたいよね。以上となります。皆さんが一番驚いた新人社員さんの言動を、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。